ははいこんにちはトールです、えー、昨日ですねマグ、え、ゼ、ー、ンゾン GPIF というものの存在を知りましてですね、えー、動画をゲストしてもらったんですけども、えー、GPIF というの独立行政法人はですね、えーまあ、昔の,あの子供がすごいたくさん生まれた時代の人たちが働いてその納めた年金を元手にしてですねさらにそれを増やした お金をさらに増やし続けていると。えー、そうすることによって、あの投資で運用する税を増やしていくことによって、これからの少子高齢化によって、こう、もらいぞうになるだろうみたいな話も出てるんですけども、そういう部分を補おうとしているという話で、非常に頼もしいなと思ってたんですけども、今日また改めていろいろ調べてみると、まあ それも1年前の情報なんですけど、あのー、非常に残念な情報があって、その GPI f のことを解説してた元々のね、僕を見たあの、投資信託の動画でも200兆円で、200兆円、1 0元々100兆円だったのを増やして200兆円、それをさらに運用を続けてると。で、まあ、こんな安全な方法でやってますみたいなことやって言ってたんですけど、で、実際は蓋を開けてみると、あの、なんか今日見た動画では190兆円って書いてるっていう金額が書いてあって、え、減ってるじゃんと思って、 うーんなんか嫌な予感がするなと思ったらあの案の定あの運用損益が損失が出ていると約9兆円以上の損失が出ているとほぼほぼ計算合ってんじゃんと思うね。<laughs> ダメじゃんと思って、ね、あのその一方でね、そうやってあのプロが損失、確かに説明を見てる分で、ね、非常に安全だと確かにね何百兆円っていうお金をあのちゃんと知識のあるプロの人がねあの いろんなとこに分散してですねあの考えながら投資してるから素人の思いつきに比べるははるかにあの安全ではあるのかもしれないけれどもあの元気が大きい分で損失もバカでかくなってしまう、うん、9兆円 <laughs> すごいでしょ <laughs>、うん、なんだっけインボイスを導入したところで得られるのが数十億円とか出たからもう本当すごいんですよ、うん 本当にね、あのすよ、ね。あの,ちあの貯金が何回も言うんですけど貯金はあの銀行預金っていうのは銀行があのお金を貸すのは担保とかいろいろあった上で初めて貸してるものであってしかも返済の義務があるからでも投資は返済の義務がないので紙切れになっても株価が紙切れになっても会社は倒産して。 あの昔よく言われた表現ですけどね、髪きれいになっても、株、あの、会社が盗撮して髪きれいになっちゃったとかよく言うんですけど、昔は株券って言って紙の時代でしたから、えー、そのデジタルの時代じゃないからね、もうマジどり型の紙になっちゃうっていう表現があったんですけど、そうなっても、あの、返すとも言えないし、なんか初めから担保のようなものを持ってるわけじゃないしあ、何もないので、あの、本当怖いんですよ。 あの本当に覚悟のある人だけやってください。もう最低限必要なのは覚悟だけは必要。もしそうなっても誰のせいにもしない。で自分でどうにか立ち直るんだっていうその気概というか最悪の場合の覚悟ができる人だけがどうしようやるんだってやってほしいです。